どうもこんにちは、ダッカキッチです。今日の朝のライブの件に関してですが、本当に皆様申し訳ございませんでした。そしてね、わざわざ放送で、ね、やるようなことではない、放送を楽しみに見に来ていただいた皆様、さぞ今日のね、ライブを見てがっかりした方ただね、見えると思います。本当に、申し訳ございませんでした。話ライブをしながらもね、結局ねそのライブで収束もつかないままね、動画をライブをね終わらせてしまい、本当に申し訳ございませんでした。心から本当に謝罪いたします。本当にいつもね楽しみに見に来ていただいている皆様、本当に申し訳ございませんでした。今日はご迷惑をおかけしました。事情を知らない方、事情を知りたいよっていう話もあったので、どういった経緯なのかっていうのをね時系列とともにね、ご説明していきたいと思います。この話は現在ね、当人同士ちょっと和解をしておりますので、名前をキャラ名はねちょっと出さずに、まあ A さん B さんっていうね、お話をちょっと進めていきます。ことの発端が、B さんが、マイタウンに僕はね録画を準備してる時にね見えまして、まあ相談があるっていうのがきっかけでした。内容はと言いますと、イベントを、まあ、おがこルームとしてのイベントを開催したいので、皆さんの意見をちょっと聞いてるんですが、なかなかまとまらないと。高木さんはそういった意見ってどういうふうにまとめてられますかっていうね、まとめ方を教えてくださいといったね、相談が見えましたので、まあ、普通に、まあ、やっぱりイベントを開催するんであれば、そのイベントの、いいところ、開催していいところ、悪いところっていうのは絶対あると思うので、まずいいところを見て、悪いところを見て、それをね、比重でやって、皆さんが楽しいって思えるようなイベントにできるんであれば、開催してもいいんじゃないですか。まあ、もしくは、皆さんの意見が、似たり寄ったりなんであれば、いいところを取り入れて、よりよくね、イベントをしてみてはいかがでしょうか。というお話にね、まあ、しました。まあその後にちょっと聞かされたのが、まあイベントっていうのは、まあ、高吉チャンネル内にて、まあ聖守護者だとか、まあお助け隊、まあコインボスのお助け隊、まあコインボスを、やりますので、待ってる時間あるので、その待ち時間の方を、楽しませるために、ただ待ってるだけじゃつまんないだろう。そういった間にイベントを開催する。といったね、話になっておりました。ただそれに件に関してはちょっと最初の相談の話と違ったので、僕は絶対そのイベントやめてください、まあ、っていうのは以前にも経験があり、僕の知らないところで、他のリスナーさんが絡んでいたところを、強く僕はねクレームが、来ました。はい、高吉に、配信で高吉と遊びに来てるのに、他の人が絡んできてちょっとうざかっただとか、まあそういったね、クレームがあったので、絶対やめてください。僕の配信でには必ずそういうことはしないでください。とお伝えしたんですが、まあそこではね、その方はちょっと納得がいかない、状況でした。まあただ僕はちょっと録画時間も迫ってたので、時間がないので、さっとちょっと話を切り上げたんですね。とにかく、やめてください。と言って切り上げたんですが、録画も終わって、その後に、まあ同じルーム内の人にちょっと話を聞いたんですけど、まあ、B さんにこう言ったんですが、話は伝わってますかといったね、ただその方はやっぱり第三者なので、表面上の話はちょっと分かってた、まあ、聞いてよみたいな話をされたんですが、深い中のところまでね、しっかり話が伝わってなかったみたいなんです。ただその方にも言われたのが、やっぱりその人も、高吉配信を楽しませるため、待ってる人も楽しませるために、そういう音楽イベントをやった方が楽しくなるんじゃないですかと言われたので、また僕もそういう過去が事例があったので、まあそのイベントは絶対やめてくださいと言ったんです。
そしたらその、B さんの知り合いの方が、では高吉チャンネルのリスナーさんを、巻き込むようなイベントはしないです、プチサプライズだけやらせてくださいといった、話をされました。まあいわゆる、僕はルーラポイントでマイタウンに帰った時に、おがこ、そのおがこルームのおがこ総出で仕草で、お帰りといったね、まあ、そういった、仕草でお出迎えをするといったプチイベントみたいなものなんですが、まあ、それだったら他のリスナーさんを巻き込まないんで、それだったら全然やってもらってもいいですよと、まあ、許可っていうのをしたつもりだったんです。まあ、ただその人も、じゃあまた、本人に伝えておきますっていうその場で終わったんですが、ここで一つ問題が起きました。はい、 A さんからのフレンドチャットなんですが、 A さんが最近ちょっとね元気がなかったんですよね。で今日ちょっとお話があるんですけど、話聞いてもらえますか、相談したいことがあるんですけどいいですかとフレンドチャット来たので、まあ話を聞いてみることにしました。そしたら B さんがすごい、圧があると、B さんのフレンドチャットが来て、ちょっと誘いとかがあるのでもう困ってるんで、どう言ったらいいか分かんないからどうしようっていうね、まあ言った内容でした。まあここまではねやっぱり当人のフレ同士の問題なので、まあ第三者のね僕が入り込む余地はないと思ったので、その人の胸をどうしたいのかを聞いて、じゃあその人をちゃんと伝えてあげればみたいな話をしました。ただそこで出てきたキーワードが、高吉さんに許可をもらいましたっていうのと、リスナーさんに、迷惑をかけなければ、配信外では、行っていいっていうように、言われましたと、その旨を、その A さんは B さんに言われたと。やっぱり A さんはね、その僕の名前も出ているので、ちょっと、なんか高木さんが OK 出したのかなと思い、まあ怖くなったっていうね、ことで僕に、相談をしてきたみたいなんです。僕の名前が出てる以上、これはちょっとあかんと。B さんと僕はフレンドではないので、またそのね、B さんの、知り合いの人を介して、こうこうこういうふうに言われてるので、もう本当にちょっと怖がってるので、やめてあげてくださいっていうのをね、伝えてもらったんですが、次の日にね、ルームの活動は配信時間何もやるな。時間外で やれよっていうことですよね。迷惑かけないように行動するので、活動時間まで縛らないでくださいといったね返信が来ました。迷惑かけないように行動するので活動時間まで縛らないでください。もうすでにこの時点で迷惑がかかってるんですよね。相談をしに来てるってことはね、高吉田の、名前を出して、そしてなおかつ許可も下りましたよっていうね発言をその子からねされてるんで、そのことで僕に相談しに来てるんですよと言ったら、ただその人曰く、許可だとか、高吉の名前は出してませんといったね、お互いの水かけ論になってしまいました。まあそこで、今日のライブは収束したっていう感じになっております。今回のことの、時系列を順によって説明させていただきます。ライブのコメントでもリスナーさんから、質問があったんですけど、イベントってそもそも何っていう話だったんですけども、まあ聞いたらその待ち時間の間に大富豪をしたりといったね、まあ話だったみたいですね。ただもう一つあったんです。それがこちら、ドドン。まあ実はおがこルームを作っていて、今17名のおがこがいます。やりたい企画があります。VS おがこで鬼ごっこですが、おがこを鬼役で他のリスナーを捕まえる企画です。もしも可能なら採用してください、よろしくですといった企画案のね、まあ、僕は手紙を、受け取っておりました。こちらのね方も、実際僕は見て、まあそのまま返事をしずに、まあことをね済んでおりました。まあっていうのはその、受け取った手紙の日からゴールデンウィーク中はずっとイベント三昧で、正直他のイベントを考えるね余裕はなかったのです。
で、コメント欄にも、そのイベントの件に関して、どうでした？ちょっと考えてくれましたか？っていうね、コメントもいただきました。当の本人から。ただ、やはりね、イベントの途中で、余裕がなかったので、手紙の件でしたら、考えておきますので、今はゴールデンウィークのね、イベントに集中したいので、ちょっと今はお答えできません。っていうね、放送上でもその人には、伝えておりました。はい。その A さんに、その B さんが話を持ちかけに行ったみたいです。はい。A さんは、その B さんに、高吉チャンネルで、おがくルームのイベントのね、できないかっていうのをね、再度ちょっと聞いてほしいっていう打診を、A さんを仲介役にして、またさらに僕にまた伝えようとしたみたいなんですが、まあ、もちろん A さんは、その自分に言われる、その相談される、理由がよくわかんないので、なんで私が、そんなこと言われないといけないの？って困惑しつつね、まあその話をスルーしてたのですが、まあ、インをするたびに触れちゃでね、毎回言われてたみたいです、その話を。その後に、さらに昨日の相談の、話が出てきました。高吉さんにこういうことを相談したんだけど、待ち時間の間にイベントをやりたいっていう旨を伝えたら断られた。どう思う？みたいな話をしてたら、その A さんは、それは間違ってるよ。高吉さんと絡みたいから別に待ってるし、その待ち時間も苦じゃないと思うから、その考えは、間違ってるよっていうね、胸をね、伝えたみたいなんですが、その方は全然話を聞いてくれない状況だったみたいです。困った。どうしよう。楽しませることができないならちょっと考えると言って、その場のねフレンドチャットを終えて言って、じゃあ高吉さんに相談して許可をもらってくるねって、その場は、話が終わったみたいなんですが、その後に、僕は、その B さんとフレンドではないのね、その B さんの知り合いの人に話した内容を間違えて受け取ってしまったと思われます。そこで僕の話では他のリスナーさんを交えてやるのではなく、例えばおがこで、並んで僕の帰ってくる時のルーラー地点に、並んでいて、まあ、仕草でお出迎えみたいな、まあ、プチサプライズイベントなら全然 OK なので、他の人巻き込んでないので、そういった、イベントだったら、まあ、許可します、 OK ですよといったね、話をしました。そして、その知り合いの人が B さんに話して、そこで、B さんが納得してくればよかったんですが、そのまま B さんはそれを A さんに、他のリスナーさんに迷惑をかからなければ、活動は OK っていうことを、言われましたっていうのをわざわざ A さんに報告しております。やっぱり A さんはなんでいちいち私にそんなことを言ってくるのっていう疑問を持ちながら、もうとにかく、困って、もうとにかく怖いっていうね、状況に陥ってたっていう話でしたね。結局そういう、まあ他のリスナーさんを楽しませてあげたいっていう気持ちはわかるんですが、それは僕の、やるべきことだと思ってるんですよね。リスナーさんが考えて僕のチャンネルでやるべきではないっていうねことを思っております。やりたいんであれば自分でチャンネルを作って自分の配信でそういう人たちを楽しませてあげればいいってね、僕は思うんです。まあ、今回に関しては一番の、被害者はその A さん、何もね、関係のないA さんがね、一番被害者っていうことなのでね、本当にもう A さん、もうちょっとね、僕も先に突っ走ってしまいまして、申し訳ございませんでした。そして、見てる皆さん、いつも楽しんで見ていただいてる皆さんにも本当に嫌な思いのね、ライブを見せて、本当に申し訳ございませんでした。最後にね、重ね、なんですが、大変本日はね、軽率な高吉の行動をしてしまい、申し訳ございませんでした。当人たちにもすごい、迷惑をかけまして、そして、
何より楽しみに見ている皆さんにすごく多大な迷惑をおかけしたことをお詫び申します。深く謝罪いたします。今後、このようなね話は配信中にはね、ライブ配信中にはね、もう絶対しないっていうことをねお約束します。本当に申し訳ございませんでした。